小林直樹は日本のダンサー、俳優、エグザイルのパフォーマー、三代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE のリーダー兼パフォーマー、JSOUL BROTHERS の元メンバー、千葉県印西市出身、身長187センチメートル、血液型大型、千葉県立船橋東高等学校在学中、歌手を目指し、ボイストレーニングに通っていたが、 リズム感をつけるため17歳からダンスを始める。高校卒業後、法政大学文学部哲学科に進学したが、ダンスの仕事をしたいと思い3年時に中退。2006年、映画、ライズ公開記念イベントとして開催された、ダンスバトルなどで、ダンスチームラグポンドと知り合い、アキラと出会う。同年7月、ラグポンドに加入。同年10月、 J.Soul Brothers 選出オーディションに挑戦するが、落選。2007年9月、舞台、太陽に焼かれてで、俳優デビュー。同年11月10日、J.Soul Brothers に加入。2009年3月1日、EXILE に加入。2010年11月10日、EXILE と並行して3代目 J.Soul Brothers のリーダー兼パフォーマーとしても指導。 2014年7月22日、エグザイル第4章指導に伴い、芸名を、直樹から、本名の小林直樹に変更。2017年1月1日、LDHUSAA に、スタッフとして配属。振付、ありがとうございます。